今日はですね、ジャム作りを、いちごが手に入りましたんで、してきます。今、作業の途中なんですけど、こういった工程ですね。最初の工程なんですけど、まずヘタを取ってあげて、ね。ヘタを、取ってあげて、よいしょ。で、これをひたすらですね、ざるに入れると。この地味な作業をしてます。で、今の時期はですね、いちごを作られてる農家さんなんかは、もう出荷ってのがほとんど止まってる、大体ですね、落ち着いてる時期なんで、ものすごい破格で、いちごが手に入るんでね。その時に、作り置きをしていただいて、余ったものは、冷凍保存してみてもいいと思うんですよね。あるいは、ペースト状に再したものを冷凍保存して、様々な料理、お菓子作りに活用してみてもいいと思います。で、この作業をまず、やりますんで。ではでは。